皆さんこんにちは。始まりましたエレガンスマダム千夏の部屋。こちらはインターネットシャナナ TV より、世界、宇宙、あなたの目の前のパソコンまで iPhone までお届けしております。なんかニュース読むキャスター2人みたいですがちょっと入りが、私声が出なかった、面白すぎてって感じですけど、あ、24時間常時放送になっております。そう、先週にね引き続きまして、はい、なんと流れる雲よ大阪公演実行委員会2代目実行委員長武田博さんです。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。下が待ってなさい。よろしくお願いしますというところですけど、先週がなんか慌ただしくもう終わっちゃって、多分ブチって切れてるんですよね、オンエアが、はい、というところでね、今日はもうオープニングから武田さんにね入っていただいて、まあ、通常ね本当はね、はい、私一人で話すんです、オープニング。あ、そうなんですね。そう、なんか普通にも入ってもらってますけど、まあでもちょっとでもねたくさんね、はい、武田さん流れる雲の2代目実行委員長ですというね、頑張ってます、うん、お知らせもさせていただきたいというところに思いますけど、はい、まあ先週に、ね、まあ、初代実行委員長の清水正蔵さんがね、はい、いらっしゃったんですけど、まあ、小声で話すともうね音響こう、まあ、もう困っちゃうからみたいな感じですけどいや実際ですね、はい、まあ、今清水さんいないからね、はい、お聞きしたかったことがあったんですよ、はい、2代目、まあ、話によるといろいろお話し合いする中で、はい、もう武田さんがもうやるわと、はい、やるわっていう思わず口に出てしまう話の流れだったのかもしれませんが、まあ、決断して2代目を引き受けられたじゃないですか、はい、その時の気持ちは、まあ、まあできそうと思ったって感じ。そうですね、正直なところ、まあ、去年ね、今年5年目なんです、流れる雲よ、で去年とかは、まあ、あのスタッフとしてお手伝い入ってらっしゃった経験もあります、はいはい、どうでした。そうですね、うん、まあ、やれる感覚はあったんですけど、そうだよね、だから可能性があるから決断したんだよね、はいはい、やれるとは思っていたし、うんうん、まあ、集客のいろんな問題とかいろいろあるんですけど、はいはい、まあ、全部乗り越えれるっていう前提でイエスとは言ったものの、言ったもの早いね、訂正入ったよ思っても見ないいろんな苦悩があったり苦労があったりするっていうのを、見えない部分ですね、はい、スタッフではね、はい、うんうん、まあ、そういうのをこう感じながらですね、はい、させていただいているんですけどね、まあ、だから去年の清水さんの苦労、うん、まあ、去年までのそうです、ね、こんな苦労してたんやっていうのを、結構ニコニコってされてるから、はい、普段からですか清水さん。もういつもだからもう本当にね、はい、出さないのか出ないのか、まあ、特技なのかちょっと分からないですけど、いや本当すごいね、すごい、もうそう、めっちゃ計算してるんじゃない、そんなこと言って怒られる、いやいや怒ってるとことかイライラしてるとこ見たことないですからね、すごい、はい、でもなんか清水さん、あのお話伺ったところによるとお花とかねいろいろされてフレッシュね、それでストレス、それは本人に聞かないと武田さんに聞いても分かんない普通の喫茶店の話になってしまいましたけれども、そうなんですよ、まあでも皆さんね、流れる雲に関わった方、うん、そしても私も先日ね、うん、プレの公演見させていただいて思うところは、まあ、一言で言うととっても良くて皆さんに見ていただきたいっていうのがもうくくりなんだけど、うん、これは本当に生を見ないと魂が動かないっていう感じですね。そうそうそう、見たら意味が分かる、魂が動くっていう意味が分かるんだけど、本当にね、あの武田さんに言われてしぶしぶ言ったけど、本当帰りは武田さんありがとうっつって帰るって感じだよね。そうそうそう、うん、だみんな過去にね読んだ人たちも、うん、来てくださった方は本当喜んでくださるので、うん、まあ、確信はあるんですよ、いいものになるっていう、うん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 、なのでまあ遠慮せずガンガンこう僕は人を呼んで、そうなんですよね、はい、だから私もなんかね、出会いをいただいて、うん、見させていただいてっていうのは絶対に、まあ、一つ何か意味があって私に必要だから出会ってるっていうふうに結構捉えることが多いんですね。うん、なのでもう本当におすすめしたい、まあ一押し、うん、なんかね、なんだろうね、なんて言っていいかなって思うけど、先週もねおっしゃってたんですけど、うんうん、やっぱりなんかこれを見るとね幸福度増すんですね。本当に、うん、本当にそれある、うん、いろんなこと悩むじゃないですか、うん、なんかなんでどうでもよくなっちゃうね。そう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 、うん、やっぱり今の自分の悩みって、あ、なんて幸せな悩みなんだなっていうのをその劇を通して感じたりしたり、本当になんかほらやりたいことがあったり挑戦したいことで悩んだりするでしょ。あ、これ挑戦したいけどどうしようみたいな悩みがあったらそれを見たら、あ、やらない方なんかこう選択肢はないなと。そうなんだよ、うん、だって自分のためにいろいろ使えるんだよ命を。そう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 、っていうところ、あ、やばい、 CM 行かないか、もう5分過ぎてる、行きましょう、はい、CM どうぞ。シャナナンバー、
シャララ TV 内でのプレゼント企画や1日番組パーソナリティになれちゃう抽選券をゲット。シャララ TV を楽しんでいただくためにこちらご登録いただきたいと思います。はい、シャラナンバー、はい、こちらの方がシャララ TV 内、あなたもワンデーパーソナリティになって非日常を味わってみませんか。ご登録はこちらから。ご登録者全員にシャララステッカーをプレゼント。シャラナンバー。はい、 CM 開けたけど、あれ清水さん来てないやん。清水さん、清水さん、清水さんも、そっちから入ってくる。おじいちゃんみたいや。今日は遅れてる。いろんな意味で遅れてるよ今日は。違うか。いや、おらへん方が盛り上がるんじゃないかなと思ったりしながら、ね、見てた見てた、あそこから見てたから視線感じながら。いや、本当にありがとうございます。今週も読んでいただきまして、よろしくお願いいたします。お願いします。ありがとうございます。いや、今実際ね、はい、オープニングで武田さんにいろんなお話を聞かせていただきました、はい。でもね、受けるって言ったの、2代目やるって言ったものめっちゃ大変っていう話でしたよ。やればやるほど大変になるっていうね。何でもそうやと思いますけどね。そうそうそう、仕事でも何でも、ね、なんかパッと見てると人がやってることって簡単に見えるので。本当に、ね、でも実際こういうテレビもそうじゃないですか。うん、旗から見てるといろんなことは言えますけど、実際ここに座ってやるっていうのはなかなかね。よう喋るねって言われてますけどね。はい、すいません。いや、でも私ようできるねって言うけど、私結構普段と変わんないから、普段のまんまでやってますけど、でも私は天職なんでしょうけれども、いやいや、何よりも今週も言っちゃいますよ、流れる組むよ、見ない人はいかん。はい、はい、まあ、見れない人の方が多いんで、実際ほんまに選ばれた人しかあの場に来れないよ。言っちゃう、それ出してください、大きくテロップ。ここ、はい、ここ必要でございます。これ僕はもうこの5年目になりますけど、うん、思います。できれば選ばれた人しかっていうところは、ごめんなさい、ここで業務連絡すると怒られちゃうんだけどね、はい、清水さんの顔抜いてほしい。ごめんなさい、ごめんなさい、大きく出して。もうなんかご縁した人しか来れない。いや、でも本当そうだと思う、はい、だって大阪でね、やらせてもらっても、いやいや、そうそう、僕ら1500人ぐらいしか呼べないんですよ実際。ただね、1対1500ともすごい人数だけど、はい、大阪の人口とか関西の人口が1500人ってめっちゃ少ないからね、はい、はい、今回熊本からも来られるとか、あ、結構四国からも来られる方もおられるんですよ。やってないもんね、はい、で、まあ、僕らが手売りとかこんなんして広めてる間は、まあ、しゃあないなみたいな感じで皆さんおっしゃられますけど、でも今年はもう結構ソールドアウトっていうのに、はい、できるように一応チケット情報ね、はい、ここ上げておきます。何回もお願いしますけど、はい、まず1回目ここでお出しします、はい、で検索する場合ね、ホームページからチケットねお取りできますので、流れる雲よ大阪、流れる雲よ大阪にしますと一番目にホームページヒットしますので、そちらの方からチケットね、いついつ四角でこうかけられてます、ね、そこポチポチポチとして枚数ね、10枚でも20枚でも大丈夫でございますので、はい、よろしくお願いいたします。いやー、そう、いやでも本当にそうだと思う、うん、私あそこで出会っていなければ私知らないもんね、はい、本当に。で、演じた人とはもうずっと縁ができるっていう、すっごい、この中それ本当命の底でつながった感あるじゃないですか。すごいね、はい、今まで会えなかったのが嘘みたいっていうね。ちょっと笑いも言いながらね、リラックスして聞いてくださいよ、本当に固い話じゃないからね。やっぱり戦争のことって私たちは体験してなくって、はい、まあ、それやっぱり悲しい涙を流した方が多い事柄だったとは思うんですけども、どうしても負のものがすごく印象があって、それは間違いない、正しいとか間違いないと思うんだけど、でもそれがあって私たちは今ここに生きていて、こういうことをまた伝えていこうと活動されている方々がいらっしゃるっていう、まあ今勝手に役目があるわけですよね。それができてることって素晴らしいことなの。その74年前に経験した皆さん、やってくださった方がいて、それを作ってくださった方、アトリエエッチさんの方がいらっしゃって、はい、それが大阪であって、はい、まあ、名古屋もいろいろありますけどね。今年空母いぶきっていう映画がやってるんですよ。すごいじゃん。あれは見られた方がいいですよ。あ、本当です。あれも12月の24日25日っていう、まあ、このクリスマスを切り抜いた映画を2時間でやってますけど、これも現代に戦争がもし起こったっていうのが逆だね。逆です。あ、これは見られた方がいいです。見た見た見ました。 あれはすごいですね。このね、清水さんのこのね、はい、もうなんか見なちゃ見なちゃじゃない、見なくちゃって思っちゃうんだよね。あれはほんま見た方がいいですよ。見た、この現代の12月24日と25日にもし戦争が起こったら、それはどこであるの、東京、
映画でやってるんですよ。あ、普通に普通に映画でやってるんですけど、その内容がよかった、分かった、私今すごい勘違いした、はい、その普通にクリスマスの2日間を切り抜いた映画って言ってるのに2日間しかやってないと思ってた。違うね、ごめんなさい映画自体がその2日間を切り抜いた映画なんです。今もやってるんですか？今もまだやってます。はい、そうですね、ぜひ見てください。オンエアでちょっとオンエアの時期にやってるか分かんないですけど、その後はまたつたやさんでね、はい、DV になるかと思いますので、ぜひぜひあれを見て、またあの流れる雲を見ると、こう現代と過去がなんかリンクするので、すごい考えさせられますよ。なるほど、こう持ってきたかと思ったでしょ、はい、映画見た時この構成と思ったでしょ、はい、もうあの見に来た人全員に流れる雲を渡したいぐらいですからね。あれを見に行くってことは、あんだけのそういうの好きな方 で、ね、はい、なるほどね、いいね。映画ってさ、よかったら人が勝手に宣伝してくれるの、はい、私のことも宣伝してくださいします。違うか、まあ、そんな感じですけれども、まあまあ本当にオンエアはね、公演の1ヶ月前になっております。 でも収録はね、ちょっとごめん、2ヶ月前なんですけれども、どうでしょう、もう公演は私の中では大成功で、3日間すべて終わってる、もうイメージは出来上がって、ごめんなさい勝手に出来上がって、すごい、もう竹田さんがもう最終日とかは撤収終わってほっとして、で次の日から熱出してるぐらいな疲れがどっと出るんじゃないかなという感じですけど、 でももうこの達成感はさ、スタッフも達成感もちろんあるよ、作り上げた、でも実行委員長じゃないと味わえない達成感という、もう見えてますけどね、そのうまくいきちゃった、言っちゃってるよ、言っちゃってるよ、見えてますよ、もっとみたいな。そうだよね、私が言うまでもないですよ武田さん。ただ今これ収録が6月末でしょ、6月末28です、でも3分の2ぐらい植えてしまってるので、おこれ1ヶ月後に放送ってことは、うん、放送ごめんなさい、完売完売完売になってる可能性あるかもしれないですけど、あの興味ある人はすぐにググっていただいて、ま、ね、そうですよ、うん、見ていただいた方がいいんじゃないかなと思うんですよね。でまずもし仮にね、全てが売り切れてたとした場合にもですよ、来年も武田さんやります、ん？あ、やらない、あ、それ約束できない、ん、2020年は、まあ、誰かが実行委員長でやってるかもしれません。その場合はあの大阪終わっても違う地域でやってますんでね、ニューヨークでも今年あるんです。そうです、10月10ね、はい、はい、ありますので、はい、ニューヨークも行ってください。武田さん分かんない、2020年やらないかも一応1年やろうかっていう話では始まってはいます。なるほどね、どうもね、私の中でね、清水さんが4年やってるでしょ、はい、次の日も4年ぐらいやるんかと思って、選挙のように4年、そう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 、ね、で次立候補で決まる、立候補じゃないからもう決められるから、はい、まあ、終わる頃にはもしかしたらね、また来年もって言ってるかもしれないですね。そうね、そのやっぱり大変な分達成感で、まあ、そのいろんな反省とかもあるかもしれないですけど、うんうんうん、振り返るよりも前しか見ないじゃないですか。そうですね、でもなんかね、武田さんやってほしいよね。はい、それはもう、うん、今って言うやろなとみんな思ってると思いますけどね、この見えないやめてみたいな、やめてな顔が今ね、やめてよそんなこと言うのっていうのが伝わってまいって、これ多分ね、うちうちの方のスタッフさん見たらね、もう大爆笑なね回になってるんじゃないかと思いますけど、まあそれもありでございますよ、ね、まずチラシの方ですね、できれば今からお出しします、ちょっと出していただけたらと思う、こちらのせーのちゃん、こちらになりますので、はい、はい、ぜひ出ておりますのでね、流れる雲大阪公演、まあ、大阪の実行委員長でいらっしゃいますので、はい、ね、見ていただきたいというふうにも思いますけど、ちょっとね、まあ、流れる雲の話ばっかりしててもさ、つまんないやん、はい、違う話したいと思うんだけど、はい、ちょっと武田さん掘り下げていこうかと思って、武田さん何やってる人？僕はあの旅行会社の経営と、うん、あとは能力開発系のプログラム、え、頭良くなるんですか？頭じゃすいません、成果を出すとかですね、目標達成とか、単純なこと聞いてね、本当に、頭も良くなります。え、あれ何？そうっていうことはコーチングとかっていうのが、あー、なるほど、はい、分かるかな。コーチングってさ、うん、分かってるけど分かってない人っていると思うの、あの、まあ、簡単に言うと目標達成です。実現したいことを実現し、ね、みんなしたいじゃないですか、うん、こんなことあんなことしたいって、うん、ただ、うん、自分で考えてても自分ごとは客観視できないので、うん、誰かについてもらう。例えば陸上選手が、うん、オリンピックに出ようと思ったら、うん、メンタルのトレーニングと、いらっしゃるというもんね、技術的なトレーニングって分かってるじゃないですか。だからビジネスをしたいとか自分の人生において成功したいとかってなった場合にも、うん、同じようにビジネスを教えるコンサルティングをできる人と、うん、メンタル面をこう鍛えていくコーチがいるんですね。まあ、そっちのどっちかというとコーチ寄りですね。はい、あとは自分の強みを生かしたいとか自分の才能を生かしたいっていうプロデューサーだみたいな感じ、まあ、そんなイメージですかね。若い子が武田博士に憧れ、はい、教えてもらいどんどん成功していくっていうのをやってきてるんですよ。でもその憧れ大事だよね、はい、あ、憧れるの分かる気する、なんかさらっとこなしてそうだもんね。
こなしてらっしゃるんでしょうね。こなしてます。私はちょっとごめんなさい、そこがあの知らないの で、ね、流れる雲よの人と思ってるからそうですね、お二人は、だから、まあ、2代目が受け入れる人っていうことです。そうなるほど、はい。まあ、とにかく僕は若い人たちにこう挑戦するきっかけ作りっていうのはしたくて、あ、まあ、これもだから結構保守的になってる人多いもんね、だからこの流れる雲はもうその人生ベースで言うとそういうビジョンとか自分がやりたいことの一つなんですよね。これを見てやっぱり挑戦しようと思ってくれる人絶対いるので、ここ二人の共通としては、はい、日本を一旦出てるっていうのはあの大きくも、ね、出てたもんな、はい、お花でね、はいはい、お花すごかった、出会いがすごかったもんね、はい、僕はインドネシアですけど、うんうん、アメリカに行ったんで日本のある意味良さがすごく感じたんですね、海外行った時に、ね、はい、やっぱり出るとそうだよね、旅行でも旅行だけでもそう思うのにさ、またそもそもまた全然違いますからね。あ、なるほどね、はい、そうか、旅行なんか消えたらあの自分でつお連れしてっていう、もしし単純なそんなんですか、はい、もしますし、うん、ギフトトラベルといってカタログギフトの旅行版の、すごいそんなあるんだ、開発したのでそれを販売したりですね、あとはお金持ちの方をターゲットにさせて、富裕層ではないですね、はい、もうなんか旅行の世界も違いそうだね、すごいこんな世界があるんだ。またあのビジネスのね、そういうチャンスを広げるための旅行を組んだりとか、いろんなそういう社員旅行を組んだりとか、はい、そういうプレゼントの旅行とか、いろんなオーダーメイドをしてくれる旅行会社なんで、そういうことをします、ね。まあ、武田さんにねアポイント取りたい方はぜひ流れる雲の会場に来ていただいて武田さん、あえてここでここにアクセスは今日はお知らせいたしませんのでそうね、いつもはするんですけど、あの今日はもう流れる雲に来てもらって、はい、もう武田さんどこかなって受付でさでラブレターでしたためてね、ここにアクセスくださいメッセージくださいでもいいですしね、ぜひ。でもね、そこの流れる雲から入ってやっぱり今生かされてるありがたみを知った上でのお話を、ビジネスのお話していくとかコーチングしていただくとまた入りが違うかなと思いますので、まあ、今は仕事できてないと思いますけど、うん、この流れる雲に携わるとね、仕事ができなくなるんですよ。去年の清水さんが言ってたのがよく分かった去年じゃないよね、もう初年度からだよね初年度の方がもっとできてないかもしれない。もうそうです、もうずっとできない、寝ても覚めても夢の中でもみたいなね、ほんとそう。でもこの絞られた中の、うん、もうこの最高トップレベルに入ってる思考で仕事をするので、やっぱどんどん、ね、広がっていくんですよ、仕事も。いや、素晴らしいじゃないですか。効率も求めていくというか。いや、でもそこで出会いができて本当ビジネスにつながりますよね。はい、それもありますし、素晴らしい、まあ、こういう出会いもすごくやっぱりいいですね、あのそこに集まってくる人たちって。ああ、そうかそうかそうか、うん、やっぱ日本を変えたい、日本を良くしたいっていう人たちが集まっているので、うん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 、志が高い人たちとこう集合できるので、そことの出会いもすごくやっぱりありがたいですね。すごいね。いや、武田さんはどんなねお仕事されてるの、厳しそうだよね、ビシバシ言われそうだよ、ね、厳しくないよな、優しいと思いますよ。いや、わかんないわかんないよ、わかんないよ。なんかこうでもさ、男性、まあ、男性が男性に憧れるってさ、なんか結構すごいことだと思う。女性ってこういう人素敵とか、ね、もうなんかわーってなるじゃない、はいはいはい、女性性って男性が男性をこう憧れるっていうのはさ、その身のこなしとかそういうのもまあ入ってるかも、違う視点層なんだよね、思考がちょっと女子、女の人じゃわからない。でもね、女性も結構いてはるんですよ。はあ、その企業したいから。どんだけファンいるんですか。ちょっとこうごめんなさいね、威張った態度で本当にすごい、すごいですね、はい、もう広しファンクラブがあるんですね、はい。いや、でもいいよね、それだけ注目してほしいってビジネスで思ってる人は、まあ、結果を出すからもっともっとその先生紹介してよっていう、このなる、なってるから一番この口コミが一番正しいもん、ね、はい、すごいね。またこう流れる雲終わって落ち着きましたら、はい、こビジネスの武田さんでね、ぜひご出演いただきたいと思います。でそのね、横でね、やっぱりフォローもすごいですね2代目をこうね、こうねっていうさりげない、ね、ありのままのことしか言ってない。いや、またね、はい、ちょっとメモっときます、ありのままだけを使えることで、わかりました、ありのままこれ使いましょうよ武田さん、これね使いましょう感じになっておりますけど、本当にそう、まあのアーカイブ見ていただけたら清水さんが何してる人かっていうのをね、そこで話してますけど、今日初めて見たっていう方ね、はい、
え、普段何してる人、いろんなことしてるよ、芸術にも携わってるし。そうですね、僕でも今はもう、うん、まあ本業保険業をしてるので、うん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 、今年金問題2000万3000万とかテレビやってるじゃないですか。びっくりしちゃったね、あれによって今はその保険でできる資産運用っていうのを、うんうん、教えたり教えてほしいとかっていうのが結構多いので、うんうん、それを結構本業に今は結構力入ってますね。呼ばれて教えに行くとか、もうなんかクライアントさんのお心にスッと入れるよね。はい、なんかすごい喜んでいただいてますよ、最近は。それもすごいよね、そう、はい、意図的にしてなんかオーラって出ないじゃん。いやもうなんか優しいオーラだもん、ね、もっと押してこいよってこの前怒られたんですよ、お客さん営業マンやったらもっと押してこいよって。でもだからそうじゃなくて本当に根本がさめっちゃ契約してもらおうとかそういうところじゃなくて、あることを伝えて必要だったら寄ってくださいねみたいな、はい、事実がこうですよっていうことを本当にただお伝えしたいっていう。ほんでその内容が良すぎてもっと教えてくれなみたいな、もうこの前お金使ったしとかやら言われて、だから何回か電話したんですけど、いやもっと押してこなあかんわって、いや電話してますみたいなね、はい、僕からしたら電話してますよみたいな、ね、はい、保険の話聞いたことないですよね。あ、保険屋さんやったみたいな。さ、たまにね、またさ、こういうさ、なんかうまい具合でしょって聞きたくなるのよね。もう本当にね、お問い合わせは今日は出しません、はい、流れる雲よのね、8月30、31、9月の1日ですね、会場に足を運んでいただきました。お二人を受付で聞いてください、はい、バタバタしてたらちょっと帰りでもいいよ、ね、本当に入りの時はちょっと忙しいから帰る時の方がいいかもしれないですけど。いや、そうな、でも保険屋さんは今メインですけど、はい、なんと、はい、お花ですか。そうだよ、はい、花もそうですね、めっちゃ芸術的ですもんね、はい、芸術って、まあ、でも保険も芸術だと思ってやってるところがあって。なるほど、生命保険も芸術なんですよ。何その発想、これ結構なんかみんなにびっくりされるんですよ、うん、びっくりする、びっくりする。生命保険って誰が勧めるかによって全く違うものになるっていう、これ芸術性がすごい含まれてる。だから人と人だよね、まあまあ何でもそうなんだけど、はい、根本は保険ってそうじゃん。だから預けるわけだもん、はい、で年齢と性別で保険料って決まってるんですけど、うん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 、商品をちょっと変えるだけでこんなに違うんかっていうのを見せれるのがこの一つの芸術性。僕はまあ芸術に携わってたから思うんですけど、同じ花生けても僕の師匠がやるのと僕が全然違うっていう、全く同じで、不思議だよね、保険というものも誰がやるかによって全然違うっていうのが、これが面白くてやってるかな。まあまあこれは本当人間性であり、どれだけ貪欲にお勉強されて学んでらっしゃって、はい、まあ、この人のに合ってるかということが、まあ、瞬時に分かる、まあ元々持ち合わせてるセンスっていうのもすごいよね。まあ、でも仕事って本来そういうべき ね、なんか芸術の領域まで入らないと分かんないところってあるじゃないですか。突き詰めていくともその人にでき、その人にしかできないみたいな。うん、はい。なんか保険屋のイメージが変わりましたね、清水さんと出会って。その保険屋さんっていうとなんかグイグイ来られそうとか。いや、そうなの、私出ないもん電話保険屋さん煙たいイメージがあっちゃったんですけど、もうさ、また来たと思って、うん、いやそれはね、やっぱりちょっとね嫌な思いをしてるからなの。するよね、うん、いやもうそれは代表して謝りますよ。あ、これはね、あ、一、はい、でもそれを私が相当嫌だったんだろうなと思うの電話出ないだからさ、あ、ごめんね、なんとか支店、支店ってあるでしょ、はい、まあ、大きな A 保険屋さんの、はい、だったらさ、あんまり電話出ないからさ、本部管轄になったすいません、っていうご案内がこの前で来ました。5年ぐらい電話出なかったら出ろよみたいな、多分いろいろ変えた方がいいのかな、あるかもしれないですね、はい、あ、ごめんなさい、何だったっけ。いや、だからその印象が変わったからねなんかそういう、ね、本当アーティストですね。だからいやいや、うん、本当に、いや、でも清水さんってどこでもさ人の心を掴む人だよね。そうなんですかね。いや、今でもいいよ、子供の PTA の小学校の PTA の会長やってるんですよ。もう2代目に譲ってちょっと時間をね。でも結構好きそういうの。そうなんですよ。あ、好きなんだ。はい、まあ、子供らが喜ぶ、人が喜ぶことっていうのにちょっとでも時間を費やせたらなと思って。そう、費やせたらやばい。 CM 行ってない。 CM 行きましょう、はい、CM どうぞどうぞ。
ント役員って大変ね今ね CM ごめんなさいね、ここにいる人しか分かんないけど、いやでもあの組織がくじ引きとか無理やりで決まっていく組織っていうのはもうやっぱり腐敗していくというか、うん、あるので、この流れで雲の実行委員もなんとかこう立候補で声が上がるというか、そういう風に僕らが自身があの役職やってみたいなって思ってもらえるように努めていかなあかんよなってのはすごい思ってるんですよ。次ね、武田さんがあとまあ4年5年されるかちょっとわからないですけど、はい、まあ、最低でも3年はねやってもらえる。3年だって毎年大丈夫、ここの番組出てもらうから毎年恒例にね、毎年恒例この時期ぐらいですよ ね、 いいすねみたいな。いやでもなんかさ、はい、その次がさパーンと若い子がなんか実行委員長とかされても面白いかも、はい、もちろんまあお二人が陰でこう疲れてさ、うん、だこの役職やりたかったんですって言われたらいいんですよね。いいな、役職をやりたかったって言われるようになる、ね、その役職作りをしていきたい。試されますね今これいろんな意味での あのプレッシャーかかってるねそう思ってますね。でも今日明確に聞けてよかったじゃないです か、 です、ね、なんか何もぼやっとしてこうなんか自分に打ち込むだけよりは、あなんか意外に力抜いたらすごい全部うまく回るんじゃないですか。いや力みまくってますからね、うん、なんかもう今日もお会いした時に、ね、まずヒーリングしましょうかみたいな力抜きましょうかみたいな感じでしたけど、まあまあでもこれはね ご本人しかわからないね、いろんなものがありますからね。でもなんかいいね、はい、いいですかね。なんかでもこれは本当に2年目3年目って僕もやっぱりすごい成長させていただきましたからね、この役をいただいて、なんか本当に皆さんまず見に来ていただきたいと思う。もう一度またここにテロップ出しておりますので、はい、ぜひぜひあのちょっと長めに出していただいた方が皆さんメモれるかなと思います。もう席がないよっていうぐらいになってる8月5日なん で、はい、でチケット の、 あの ご注文というか手配は、検索ですね、流れる雲よ大阪、流れる雲よ大阪でご検索いただきましたらすぐホームページもすごい綺麗に作ってあるので、ぜひぜひ見ていただきたいなというふうに思いますし、見ていただければ上がるほど検索すぐヒットしますので、よろしくお願いします。8月の30、31日、9月の1日でございます、曜日の時間帯によってはもう完売している部分もございますので、そこは要注意でございますけども、ぜひあなたの大切な人と一緒にまずは見ていただきたいと思います。30日に見て、31日また違う人に見て、9月1日に見るって3日間連続見ても全て違ってきますので、はい、ぜひあなたの心に残りますって、今ここに息をして生きていることの素晴らしさ、本当に心の底から魂から感じていただけると思います。力みすぎちゃった大丈夫かしら。素晴らしいです、本当その通りです、ね、はい、本当に見ていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。今日は綺麗に締めたいと思いますので、よろしくお願いいたします、先週今週に引き続きまして、ゲストの方は流れる雲よ大阪公演実行委員会初代実行委員長清水正蔵さん、2代目実行委員長武田博さんにお越しいただいておりましたので、ぜひ8月30、31、9月1日問い合わせはここです。よろしくお願いします。当日会場でお待ちしております。お待ちしております。私もいます31日の昼